世界観です。本当に平和です。一見でサピセンスの Thank you so much。 ありがとうございます。ソンさん、まあ、ここに来られて本当に光栄でございます。これは私にとって素晴らしい機会です。ソフトバンクワールドとい もう世界でも最先端の会議で、まさに水晶の玉を眺める、こんな機会はなかなかありません。私個人としても今この会場で歴史が作られていると感じています。そして今世界中で起こっている革命のど真ん中にいることを嬉しく思っています。私が創設をした時、まあ、5、6年前ですけれども、その時ある目的を持っていました。孫さんがプレゼンなさいましたけれども、馬車をもうちょっとより良い馬車に改良するだけではなくて、基本的に変革をする、つまり自動車を作るという発想の転換です。でオトもそうです。そのような発想の転換変革を32億人を超える人々に提供し、美しい素晴らしい居住空間を提供できないか、つまり銀座とかあるいはニューヨークのアッパーイーストサイドだけに住む人たちがなぜいい暮らしをしなければいけないのか、20億人以上の中間層の人もいい暮らしをしてもいいじゃないか、まあ、そういったことから我々はこのような豊かな暮らしを32億人に提供しようと思ったわけです。一方浅草にいようと西日暮里にいようと東京のですね、あるいはベースウォーターとかパディントン、まあ、ロンドンですけどもにいようと、世界どこでも 97%以上は小さい建物です。150室未満のホテルです。そしてこういったホテルを買うホテルはいません。ホテルチェーンというのは150室以上の物件しか買わないんです。ということはつまり市場の 97% を誰も使おうとしない、これもアンフェアです。というのは、まあ、近くのホテル、小さなあのホテルが大手と競合できないというわけがない。ということで、一般の方々に美しい居住空間を提供すると同時に、空室となっている、きちんと稼働してないような建物を競争力を高め、そして大手のホテルチェーンと肩を並べるぐらいにしたい。これが我々の旅路でございます。まあ、これによって私ども110万室以上を、およのホテルルームとして提供しています。そして、85万以上のホテルと、そして民泊の施設を80カ国で提供しています。ヨーロッパから北米、東南アジア、アジア、まあ、当然ですね中国、インドもあります。私どもは実は中国でもトップ2のホテル会社になりました。そこで、まあ、大きな疑問があります。我々のような6年前にまだ存在してなかったような会社があって、一方他のホテルチェーンというのは30から100年以上の歴史があります。創設してからたった5、6年でオヨはこれだけ大きな変革を遂げられたのか、それが私が今日話したい秘伝のタレです。多くの方は多分オヨにという名前を聞いたと思います。例えばあのコンシューマープロダクトか、あるいは資産とオーナーの間の関係が素晴らしいという話がされますが、秘伝のタレを聞いてください。アマゾンはよくデイワンと言います。私はオヨはデイゼロと言っています。アジリティが必要です。基本的にビジネスの考え方を発想転換して世界に大きな違いを生むためです。ということでオヨが特別になった秘伝のタレ、まあ、これは5年間一生懸命育ててきたことをご紹介していきたいと思います。まず第一に、私どもの方が他のどの既存のホテルブランドよりも早いです。何が早いか、それかあの潜在的な、稼働率、そして潜在的な IRR、そして、ROCE、などを決定するペースが早いです。だいたいホテルチェーンというのは一つの資産のこういったメトリックを決めるために6ヶ月から12ヶ月かけます。それのためにはコンサルタントを採用します。コンサルタントがそれだけ知識が高ければ彼ら自身がホテルを運営すればいいわけで、そうはしていない。オヨはそうではなくて、数億というデータポイントを使って、このデータをリアルタイムで予測し、そして5日間以内で契約を行使することができます。まあ、それは他のどのホテルチェーンよりも36倍早いです。まあ、それが理由で私どもは9万以上の客室を30日ごとにオープンしてます。つまり毎晩寝るとき、3000の新しい部屋が
オヨのホテルチェーンで生まれているということです。つまりデータポイントをオヨのアトラス、それからネイバーフードデータ、そして多くの私どもが作ってきたオンラインのデータのメリットです。でどのホテルでも270から300ぐらいの追加のルームナイトが稼ぎます。これを2万のホテルで毎晩やったらどうなりますか。まあ、それだけ36倍の効率アップにつながっているわけです。このようなテクノロジーが提供できる効率アップです。でもそれでは十分でありません。オヨはさらに非常に先進的なデータサイエンティストを使って、そしてどのようなインテリアデザインが稼働率アップにつながるかということをどのネイバーフードでも計算しています。どの色のリネン、どの色の塗装、あるいはどの色の絵画などが稼働率を上げられるか。例えばマリリン・モンローの写真をかけることで12ドルぐらいレブパー、つまり稼働率が上がるそうです。ネットフリックスと似ています。ネットフリックスは映画でやっています。アダム・サイランの映画は必ず視聴率が高いということが分かっている。同じようにオヨもどのようなインテリアデザインが稼働率アップにつながるかがよく分かっているんです。これを予測できます。これがアメリカ初のダラスにあります私どもの資産です。左側が以前、右側がオヨホテルになってからです。でアメリカのホテルというのは電気が暗いです。というのはあまり清掃を禁止としてないので暗くしていきたいわけです。我々は清掃をより良くしました。そして照明も明るくしました。そのプロセスの中で最初のホテルの稼働率が 18% から 90% へとたった数週間で上がりました。そしてその後 90% をずっと維持しています。まあ、これが我々のが世界の他の地域の100万以上の客室で実現したことです。でもそれでは十分ではありません。オペレーションも改善しました。例えば私どもはもっと仕事をすれば、あるいはよりスマートな仕事をすれば昇進して、そして時間単位の労賃も上がります。ところが客室清掃のスタッフというのは8時間あたり同じ料金でした。それを変えようということで、実は客室清掃員はオヨのホテルでは、客室清掃のアプリケーションを導入されます。そしてそのよりどの部屋を清掃したらいいかが分かる。そしてそれをより多く清掃したら、それによって2.5 倍所得を上げます。でこのように私どもは価格を1日5000万回変えます。デバイス、それからサーチをしている場所、それからどの場所を目的地をサーチしているか、その他のいろいろなデータの回帰などを使って、まあ、最善の価格製品を、それも最低の価格でどのネイバーフードでも提供できます。60秒ごとに価格が4万3000回変わります。そして1秒あたりに730回価格を値が変えることができます。これがデータ回帰の成果です。つまり私どもはサプライの取得、それから回収、そのためにもデータサイエンティストを使っています。孫さんがおっしゃった通り、インテリアデザイン対利回りの予測というのは以前デザイナーがやってました。そのデザイナーは多分ミッドマーケットのホテルに宿泊したことがないのに、ところが若い人の好みを予測しなければいけなかった。ところが私どもはネイバーフード単位で若い人の好みを予測することができる。つまりどの資産を買うか、それからそのベストの回収もできるし、そしてオペレーションでもベストであり、またそれを埋める稼働率をアップする上でもベストです。まあ、これが AI によって実現できた4つの能力であり、結果およがこれだけ伸びました。それもかなり短期間で乗りました。でも私どもの望みはこれだけではありません。最終的な望み、それは世界最大のリーダーとなるということです。ホテルチェーンとしてですね。また私どもは実は過去15年間の歴史の中で人類最速で発展した、成長した会社です。でもそれだけでも十分ではない。一般の方々に対して世界中どこでもより豊かな生活を提供するかということです。私25歳です。で75歳でリタイアした時、つまりあと50年間で、この32億人の一般の方々に、多くにより良い居住空間を提供できればと思っています。そのためにも私ここにいらっしゃる友人の方々、同僚の皆様方のサポートをぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。考えられますか。あと 2,3 ヶ月で世界最大のホテル王になるんです。まだ25歳ですか、26歳ですか、25ですか、まもなく26歳になる。
まだ25歳ですよ。25歳で世界最大のホテルキング、こんなの今まで人類史上で初めてですね。大きな財産を親から受け継いだわけでも何でもなくて、全くのゼロから始めたわけですね。もちろんソフトバンクは途中でちょっとお金を入れたとそういうこともありますが、まあ、すごいすごいことであります。もう急成長で、これから先が大変楽しみでありますが、次にもう一人、新しいスーパースターが生まれようとしています。グラム、アンソニーですけども、単に、まあ、人の移動だけではなくてですね、最近は食べ物のデリバリーでも東南アジアでナンバーワンになりました。まあ、いわゆるウーバーの同じような事業ですが、ウーバーと東南アジアで相当な激しい競い合いをして、そして勝ち抜いて今はもう圧倒的なナンバーワンです。それに加えてフードデリバリーでも後発でしたけども最近ナンバーワンになり、またペイメントでも最近初めて全てを抜いて、これももうじきナンバーワン、もうすでにナンバーワン、いわゆるオレディナンバーワン、それもうすでにナンバーワンですか、失礼しました、もうすでにナンバーワン、すごいことですね。つまり一つの事業だけではなくて、次々にその隣接している事業も AI の力を使って、そしてこの集団としての勢いを使ってですね、圧倒的にナンバーワンに、なっています。最近はこれをスーパーアップという形で呼んで、一つのアプリで生活に必要なさまざまなものをもう取り込んでいくと、そういう状況になっています。 AI 時代の新しいスーパースターであります、アンソニー。 Thank you very much, Son San. Son San, ありがとうございます。おはようございます。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。本当に光栄です。通常はもっと髪の毛が長いんです。先週ですけれども私髪を剃りました。これはがんの子どもの基金に寄付をするためで、実は孫さんは私たちが集めた寄付の2倍を個人的に寄付していただきました。ありがとうございました。では AI、そしてできるだけこれをシンプルにお話していきたいと思います。ちょっと AI と聞くと怖いというイメージもあるかもしれません。どのように私たちが AI を使っているのか、グラブで。そしていかに数百万人のドライバー、それからレストランが数百万人のお客様に毎日サービスを提供しているかという話をしていきたいと思います。私たちは8カ国の336都市でサービスを展開しています。1億5500万回のインストールベース、ダウンロードがされております。3兆回のこれまでライドを提供しております。孫さんの方から話がありましたが、多くの人たちはグラブというのを、まあ、ウーバーの東南アジアのオペレーションを引き継いだものだと考えていらっしゃるかと思いますが、しかしそれだけではありません。今では私たちはお客様が最も選ぶ選択肢になっている、最もポピュラーな毎日のブランドになっています。これどういうことか、このスーパーアップになったということなんですが、まずフィンテックのプラットフォームとしてナンバーワンです。そしてフードデリバリーのプラットフォームとしても東南アジア全体でナンバーワンです。まあ、ナンバーワンとしてお客様に選ばれているということで、他にもあるんです。他にも特別なことがあります。これ何かと言いますと、4ペタバイトのデータをこれまでに私たちは保有しているんです。これどういうことかと言いますと、だいたい
2兆ページの紙ということになります。通常のテキストですと2兆ページです。そしてさらに40テラバイトのデータを毎日生成しています。これ毎日です。なぜこういったデータが集まるのか、どういう意味があるのか、どのようにこのデータ、そして AI を私たちは使って完璧なお客様のジャーニー、旅路というのを提供しようとしているんでしょうか。ここでビデオをご覧いただきたいと思います。これが私たちの完璧なカスタマージャーニーです。ビデオをご覧ください。We've evolved from a service that lets you book rides into one that connects multiple areas of your life. So you can commute, eat, make deliveries, and pay seamlessly through one app. This is the future of Grab.Soon, you'll be able to wake up, get ready, and leave your wallet at home. With just your Grab app, you'll have the option to choose rides based on comfort, speed, or budget preferences. The app will automatically mix and match transport options like this. If you're taking an on-demand shuttle bus, public transit, and a car, you'll be able to use your app to bookand pay seamlessly for the entire journey. Throughout your day, you'll receive personalized, location-specific rewards like this one. Redeem your breakfast and send the order to the merchant instantly. Then pick it up on your way. Skip the queues and waiting time. Your driver has just arrived.While in transit, you pay your bills directly through the app using GrabPay. And your driver uses his mobile wallet to transfer his daughter's allowance. Before you know it, you've arrived exactly on time.Your driver completes his trip. He's reached his savings goal. He creates a new goal, and his schedule is automatically updated. It's time for lunch.The roads look a little congested today, so you save time by ordering Grab food instead. In just a few taps, your craving is satisfied. You use the time you've saved to buy a dress for this weekend's party. Meanwhile, your driver visits the Grab Driver Center, where a Grab rep greets him by name.He looks over Grab's new earning programs and insurance options. Based on his good credit rating score, he's also offered microfinancing. They're all designed to help him reach his savings and life goals faster. After work, you bump into each other at the retail store. He's shopping for clothes and shoes for his daughter and uses Grab Express to get his packages delivered home.You say your goodbyes, and your driver unplugs his fully charged electric car. This future is in the Grab app you hold in your hands right now. It touches every part of your daily life and every segment of society to bring about a better, greener, and more sustainable future for everyone.Welcome to the future of Grab. So, 今ドライバーの方そしてお客様
の旅路を見ていただきました。ただもっと重要なのはこういったことが今裏で起こっているということなんです。これがリアルタイムで起こっていることです。つまり天気ですとか、また雨がどういった形で降るかというのも、孫さん非常に正確に予測することができます。あと交通量、またどこでホットスポット、需要が高くなるのか、それに基づいて価格を決定します。そして車が3分以内に到着するということも確実にしています。これは AI を使ったエンジンによって私たちは皆さんがどこに行くのかというのを予測します。どこに行くべきか、そしてそれに基づいて一番いい経路をレコメンドします。ドライバーのアプリの中ではこれがもうすでに構築されています。ドライバーは様々な渋滞を避けることができるようになっています。そして家に戻れるようにするわけです。で、もっと重要なのはこれは家に戻る帰るということだけではありません。先ほどの女の人、女性ですけれども、例えば皆さんの中の誰でもあり得るわけです。例えば週末になると、例えばヨガをするとかいうことが分かっている、またフィットネスセンターに行くということになると、例えば AI のエンジンを使ってレコメンデーションをすることができます。例えばこのサラダがどうです、このサラダどうですか、おすすめをするわけです。そして例えば家に向かっているとき注文を出してくれます。ですから家に着いたときにドアを開けるとドライバーが到着して、そして、出来たてのサラダがついていると、まさに家に到達したときにサラダが届けられるということになるわけです。ですから一日のプランニングができる、いろいろな活動、例えば車に乗ったり、またはバイクに乗ったり、またはそれをシェアしたり、または何か食事を注文したり、その順番でリアルタイムでこのやってくれるということになります。ここで重要なのは単に一人のお客様の旅路ということではなく、どのようにして AI を使って非常に大きな大きな世界の問題を解決するかということです。これは典型的な東南アジアの渋滞です。ジャカルタ、マニラなどではこうです。ではどうやって、例えば2019年の現状はどうかと言いますと、私たちの車が他の車と通信をします。またはこの信号と、スマートな信号と話をします。そして世界全体でリアルタイムの先ほどの地図を使うことによって、どのようにすれば渋滞を排除できるかということを考えるわけです。つまりそれぞれの車が、1人の人ではなく4人とか5人とか6人を運べるようにする。そうすると実際の問題の解決になるわけです。これはもうインドネシアだけでも400億ドルの問題の克服になります。二つ目の問題として私たちが解決できると思うのは、東南アジアでは多くの食品の廃棄が行われています。例えば飢餓で苦しむ人がいるのに廃棄物が多いと。では何を食べたいのか、先ほど孫さんの方からありましたが、私たちは予測をすることができるわけです。つまりそのコンスーマーの挙動、振る舞いを予測できる。例えばこのステーキ、この例えば、サラダ、またはビーガンであれば、適切な食事を提供することによって廃棄物を削減することができます。そして最後に、これは先週の金曜日のベトナムの写真なんですけれども、ドライバーに会いに行ったんです。右端のドライバーの方、私のようにやはり髪の毛がないんですが、この人がと話をしていて、本当にありがとうありがとうというふうに言われました。本当に涙を流しながら感謝してくれたんです。なぜかというと、5年前私、彼とそれから子供の2人は路上生活をしていたと。そして全く家がなかったわけですが、今ではこの人はドライバーのキャプテンになっています。600人から700人のドライバーを率いているわけです。そして十分な所得があると。ですから一人娘にラップトップ、パソコンを買ってあげることができた。またグラブの方ではスコアをつけていって、ドライバーに対して
信用を提供することができる。これまでは決してローンなどを受けることができなかった人に対してそれができるようになりました。そしてこの娘さんは大学に行くと、私たちが提供したローンを使って大学に行けることになったわけです。彼の生活のパターン、また彼が非常に勤勉であるということが分かっているので、本当にこの AI を使うことによってより、他の人よりも所得が得られるようにする。これによって彼は家を建てることができまして、3人の子供を持ち、そしてより良い生活ができるようになったわけです。こういった皆さんの、孫さんの支援も得まして、私たちは協力することによってこういった形で東南アジアをより良い場所にするということができます。ありがとうございました。素晴らしいですね。データを徹底的に使ってスーパーアップとして、もう東南アジアでも圧倒的ナンバーワンになりました。優れた起業家というのは一つのことだけではなくて、一つのことで圧倒的ナンバーワンになると、その他の事業でもですね、次々に成功させると。やっぱり勝ち癖、かつ、その秘訣を身につけてるんだ、そういうふうに思いますね。もう一人、今度は違う角度ですね。インドでこれまた全くゼロから始めてですね、フィンテックペイメントの圧倒的ナンバーワンになりました。このしかも彼が、新しいそのペイメントのあり方をですね、例えば銀行の預金のライセンスは持ってないんですけども、金をですね、1グラム単位で売り買いを自分のアカウントで、預金のように、貯めて、でそれを金の価値でですね、自分の財産蓄積も一般の人々ができるようにと、それも全て、スマホから、というようなことも、全く独自に彼編み出して、新しい e コマースのあり方も今チャレンジしています。彼のおかげでですね、日本でもソフトバンク、そしてヤフーのペイペイがスタートすることができました。もう心からファミリーとしてのパートナーシップに感謝しています。彼のこのパッションはですね、そこにとどまらないで、またさらにもっと大きな成長を今考えています。ぜひ彼に、今度は彼の角度からの AI の使い方をご紹介いただきましょう。ビジェイ。はい、こんにちは。クレイジです。今日はリセットボタンというですね、電子書籍の方を出版させていただきました。はい。で、Amazon と、楽天のほぼの方で買っていただいて読めますので、ぜひこの機会にですね、読んでいただければと思います。はい。で、全てはマシーンというサブタイトルがついてるんですけども、この言葉はですね、レイダリオさんっていうですね、アンソニー・ロビンズさんのこう経済だったり、投資家の中ですね、部分の、メンターって言われてる方で、この史上最高ですね、稼がせるリーダーとしてご紹介されている方なんですけども、ウォーレン・バフェットだったりとか、アマゾンのジョフ・ベゾスだったりとか、ビル・ゲイツだったりとかいると思うんですけど、またちょっとタイプがちょっと若干違いまして、史上最高の稼がせるリーダーっていう部分で、投資家の方の言葉なんですね。で、これから AI だったりロボットだったりとか、本当にテクノロジーの部分でいろんなものがですね、急速に進んでいくと思うんですけども、その中の変化の中での、考え方だったりとか、未来予測的な部分だったりとか、様々なものをですね、私の方で書かせていただいている内容になっています。で、この今シリーズ第1作目になりますので、一応もう2作目ができていて、3作目を今書いてるんですけども、ちょっと出版はもうちょっと時間がかかるかと思うんですけども、ぜひですね、この機会にリセットボタンということで検索していただくか、もしくはリンクの方からですね、すぐに
読めますので、よかったらぜひこの機会に買ってください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ひろゆきです。リセットボタン第2巻、電子書籍の方を出版させていただきました。よかったら、Amazon、Kindle の方とですね、楽天の方で、販売しておりますので、よかったらぜひ読んでください。はい。で、まあ、第1回目はですね、リセットがなぜ必要かっていうことだったり、脳の話だったり、まあ、これからまあ AI ロボットだったりとか、そういった部分の話になってました。で、第2巻、今回もですね、今すぐこうリセットが必要な方だったりとか、まあ、今後どうなっていくのかっていうことも含めてですね、書いてあります。そして私の方のメッセージの方も、書いてありますのでですね、ぜひこちらの方も読んでいただきたいなと思います。そして YouTube の方で約10分間、内容の方ですね、読んでるのがありますので、よかったらこちらの方もご覧いただければなと思います。はい。ぜひよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。Thank you.